リリンハローパラレールリミパラレルのリントです。はい、どうも。今日今ね、仕事帰りなんですけど、本当はね朝撮ろうと思ったんですけど、帰ってきて撮ることにした動画でございます。ということで今日のルックブックでございます。ということで、もしよろしければ、本題入る前にあれですね、チャンネル登録高評価、そして X、Instagram、TikTok よろしくお願いいたします。なんかすごいグダグダですがお許しください。仕事から帰ってきてね、思いつきで撮ってる部分もあるので台本とかないんですけど、はい、そんな感じでございます。はい、で今日の服装なんですけれども、今日はどちらかというと原宿系の、なんていうんだろう、闇系ファッションって言ったらいいのかな、ああいうちょっと地雷系というかそっち系のファッションに近いものに和服を取り入れるっていうコーデでございます。で、一応買った商品とかをどこで買ったか覚えてるやつは概要欄に入れるようにしていこうと思ってるんで、よかったら概要欄見てみてください。はい、で今日はまず上がこんな感じ、これね、あの羽織でございます。この羽織はですね、札幌の地下街、地下歩行空間っていうところで、たまにですね、和服を安く売っていたりとか、いろんな方々がね、そういう商品を売ってるところがあるんですけれども、そちらで購入させていただいたものになります。で、インスタはね、フォローさせていただいてるんで、インスタのアドレス入れておきます。で、上は、はい。こんな感じで、はい。クロミちゃんの総柄のシャツでございます。こんな感じね。はい、くのみちゃんの総柄シャツで、これはねアベールで買いました。レディースです。なのでレディースを普通に着ちゃってるんですけど、でそこにいつも通りベルトと、まあ今はねこれも外しちゃっていいんだけど、ベルトと、はい、こんな感じでね、はい、腰にねポーチをぶら下げております。で、肝心の下なんですけれども、これが下ですね。この辺で撮るとちょうどいい感じかな。はい、こんな感じ。これはね ACDC ラブさんっていう原宿にあるショップさんの、オンラインショップで購入させていただいたやつです。袴風のスカートなんですけど、袴っぽく見えるようなね感じのスカートなんですけど、ここにねこんな感じでベルトがついてたりとか、ここがレースで下にねチェック柄がついてたりっていう感じのものになります。あ、で中はあのいつも通りね短パンを履いてるんで、はいって感じなんですけど、下はこんな感じで、ここに、さっき言ったこの羽織を着て、コーディネートした状態になります。で、この上にちょっとねまだ北海道なんでちょっと外寒いので、ここにこんな感じでパーカーを合わせて今日は外に出ておりました。で、帰ってきてね、なんか今日結構気温が暑くて、もう汗かいちゃって、で、今もう髪ボッサボサ。はい。っていう感じでございます。今日はね、こんな感じの格好で仕事に行ってきました。で、もう室温自体もね、今23度、24度ぐらいあるのかな？なんで結構暖かくなってきてて、なんか夏の気配は感じますね。まあ、まだ桜とか咲いてないんでこれからなんですけれども。はい、そんな感じでございます。はい、今日のルックブックはこんな感じ。こんな感じでね、毎日じゃないにしても、ちょっとルックブック上げられたら上げていこうかなと思っております。で、朝、これを選んだ流れだけ説明しながら、ちょっと、つけてるものを撮るんだけど、朝、これにしようかなってなったきっかけが、基本的に今日、朝こう、着るときに、朝、こう、見ながらね、服を選びながらどれにしようかな、あれにしようかなとか、あと朝絶対お風呂入るんだけど、朝お風呂入ってる時にこれかなあれかなみたいなのを考えながら行くんだけど、今日ちょっと起きた時間が遅くて、でお風呂から上がるまでのスパンがちょうど短かった状態ですね。だから上がってもうここに着いて、これとって言って、とりあえず2着こう下と上を取っとく。で、下と上をパッて撮ったら、両方とも原宿系のこういうファッションのものを撮ってて、で、撮ってたから、よし、ここに和服合わせよう、よし、羽織っつって、羽織をパッて合わせて、できたコーデでございます。なんで、本当今日はなんか雰囲気でって感じですね。で、もう室内なんでちょっと暑いので、これは脱いでかけておくんですけれども、本当そんな感じの、なんか、
インスピレーションというかノリというか、で朝服を選んでおります。でその調子だったので今日朝撮る予定って予定じゃないや撮る神々、仕事で帰ってきてるから脳が回ってないね。そう、朝撮る余裕がなかったのね。なので、こんな感じで、帰ってきて動画を撮ってるって感じでございます。ただ帰ってきて動画を撮ってるのはいいんだけれども、ぐだぐだね。なんか脳が回ってなくて、土日のね、2連勤だったとはいえど、なんかね、疲れちゃって、たった2連勤だったし、そんな難しい案件とかもね、別に困ることとかもほとんどなかったんだけど、ちょっと疲れたね。なんか、細かいところでチクチクといろいろこう、蓄積されていった部分があって、ああ、疲れた。ああ、だるいぜみたいな感じで、今帰ってきてっていう状況でございます。はい、そんな感じです。ございますね。はい、とりあえず今日の動画はこんな感じでございます。はい、もしよろしければね、次回の動画を見ていただけると嬉しく思います。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録、高評価、X、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では以上、リンドでした。バイバーイ。